今回は、2日3日前に、ヒロアカコラボを重心化会解禁する前に、はい、で、まあ、せのこれで、で、解禁する前に、まあ、ヒロアカコラボ、来るから、まあ、まあ、最後に、まあ、ニラカナで、まあ、縛っていくかみたいな感じの動画撮ったんですよね。な、それでね、とりあえず、デクの SS だったりとか、いろんな SS だったりとか、まあ、全キャラ使ったんだけど、まあ、これもね、重心化回ということで、まあ、重心化回バージョンということで、まあ、また新しく、動画撮ってみた。これはね、ちなみに、このトドロキの友情も結構パワーアップしてるんですよね。で、この後、今日、超究極が来るじゃないですか。なんか結構今日今回の超究極は難しいみたいな感じで結構言われてるけど、どうなんだろうね。はい。で、まあ、トドロキの SS もね、結構めちゃめちゃ強いし、トドロキの友情もね、めちゃくちゃ強いということで、デクのね SS も、まあ、さらにパワーアップしてるのかってなるとどうなんだろう。デクの重心化バージョンとデク重心化回バージョン、比べてみたいけど、そこまでやっぱ変わってないんじゃないかなと思うんだけど、これはワープ入って、トドロキに入って。で、次が、これは、攻撃アップしてるから、攻めに行こうか。攻めに行くか。これで、バリア割って、これは、やったな。これ横レーザーだったかな。横レーザー降ってきたらやべ、死ぬんですよねこれ。いやー、そう、火属性ね、横レーザー食らうと一発4万9000食らうから、火属性艦隊でやると結構めちゃくちゃ食らうっていうね。まあ、これは耐えるんだけど、これで、はい。で、これは、はい。でヒロアカコラボの、まあ、なんか、貴族性のやつ、なんかガチャゲンのやつ、あれ、どこかしら、いや、これは狙ってない、これね、狙ってできたら、もうね、上級者どころか、もう、にやかな縛りのプロよ、もう。プロとして認めるよ、もう。これは、はい。で、こういきます。で、こういきます。はい。で、バリア割らんとあかんから、これで、こういって、お、結構入るな。結構入るな。で、で今度ね、ニラカナ縛りで、降臨パー縛りとかでも結構やりたいね。で、回復して、デクは次のターンで、スマッシュ打てばいいから、あ、もうスマッシュって言わないんだけどね。はい。で、次が、これは。はい。こういきます。こういきます。で、これさ、動画でできなかったんだけど、
あの昨日スマッシュってあのね、ヒロアカ限定確定演出あるやん。であれね、動画撮ろうと思ったらまさかの動画外でまさかの確定演出来ちゃったっていうね。いやーまさかね、もう動画撮る前に確定演出くんのほんとやめてほしいわ。もうこれで、980万9000万かな。でこれでかなり吹っ飛んだと思う。あの紋章つけたらね、もっともっと多分その倍飛ぶと思うんだけどね。これで使って、でこの、あ、まあ今は雑魚に行ったけど、これがボスに行ったらもう終わったと思うね。この最後の驚きの SS がめちゃめちゃ強いんですよ。これはもう、はい、あ、こんなもんでしょう。はい、これでこういって、こういって、はい、ということで、今回はまあ、ヒロアカコラボ、重心抱えバージョンということで、はい、それでは、はい、ごきげんよう。